イギリスの作曲家、マルチ楽器奏者、バンドリーダー、教育者である。彼は、ピアノ、キーボード、テナーホルンを演奏し、委託を受けて、大規模な作品を作曲している。イギリスで、最も才能のあるミュージシャンの一人であり、彼の作品は、初期のジャズから、ビバップやフリージャズ、ジャズロックやフュージョンまで、ジャズの全領域をカバーしていると言われている。ベイツは、ケント州、 ベックナムで生まれ、セッチヒルスクールに通った。この学校に在籍しているうちに、ロンドンのセンターフォーヤングミュージシャンズにも通い、そこでトランペット、ピアノ、バイオリンを学んだ。1977年から1978年にかけては、モーリー・カレッジにて学ぶ。1978年、彼は作曲を学ぶため王立音楽大学に入学したが、2週間後に、 実主退学している。ベイツは1979年にヒューマンチェーンというバンドを結成し、1980年代にはルースチューブスと呼ばれるジャズオーケストラで有名になった。1991年になると19人編成のジャズオーケストラディライトフルプレシピスを指導。またパウダールームコラプスオーケストラを組んだり、音楽サーカスショーのサーカスアンブラックスを作っている。 ベイツは、トゥドゥ,ドゥプクアナのジラ、ティム・ホワイト・ヘッドのボーダーライン、ケン・スタップスのファーストハウス、ビル、ブルー・フォードのアースワークス、シゼル・アンドレセン、およびジョージ・ラッセルや、ジョルジュ・グルンツのバンドのサイドマン、またはメンバーとして姿を現した。マイケル・ブレッカー、ティム・バーン、クリスチャン・ジャービ、ビンス・メンドーザ、デイビッド・サン・ボーン、ケイト・ラズビー、ドン・アライアースとも共演した。ベイツは、 依頼に応じて大きな規模の作品を書くことに専念している。作品は以下の通り。ベイツは演出家のルーシー・ベイリーといくつかの演劇プロジェクトで緊密に協力を行った。それはゴグマゴグズのためのゴブルディ・ゴーク、ベビードール、ステアーズ・ツー・ザ・ルーフ、ザ・ポストマン・オール・ウェイズ・リングス・トゥアイス、タイタス・アンドロニカスといった作品である。彼らはまた You Can Run という短編映画にも取り組んだ。他の演劇作品には、グレゴリー・ドーランのお気に召すままのプロダクション、およびキャンベル・グラハムのアウト・ゼアがある。2004年に音楽祭、フューシリーズの最初の芸術監督を務めた。レディオヘッドのジョニー・グリーンウッドによる最初のオーケストラ移植作品を指導するのに、彼はこの機会を利用した。ジャンゴはまた、ローリー・アンダーソン、 ギャビン・ブライアーズ、パトリック・ムーアー、ジョン・ゾーンを含む60人の作曲家に、それぞれ1小節ずつ作品を書くよう依頼した。その後、彼は集まった1小節ずつをつなぎ合わせて、プリマチュア・セレブレーションという作品を作った。この作品は、エヴァン・パーカーの60歳の誕生日を祝うために、エヴァン・パーカーとロンドン・シンフォニエッタによって演奏された。ザワイヤ氏は、 1987年と1990年にベスト UK ジャズ作曲家にベイツを選んだ。1997年にはジャズパー賞を受賞。2008年 PRS New Music Award にノミネートされた。1995年にリーズ音楽大学からフェローシップを授与された。2002年彼はジム・ブラックとデイブ・ダグラスと一緒にバンフセンターの ジャズプログラムで講師を担当した。2005年7月、コッペンハーゲンのリズミックミュージックコンサバトリーからリズミックミュージックの教授に任命された。2010年9月にロンドンの王立音楽アカデミーからジャズの客員教授に任命された。2011年9月、ジャンゴベーツはスイスのベルンにある HKB でジャズ教授に任命された。1997年に彼は ジャズパー賞を受賞した。ルースチューブスビリー・ジェンキンス・ファーストハウス・アースワークス、イエイン・バラミー・ティム・バーン・アヌアル・ブラヒム・シゼル・アンドレセン、ジュリアン・アルゲエス・ソノタ。ありがとうございます。